はい、えー、どう透明度真柊湖についてにこれまた非常に美しい、まあ、湖、まあ、カルデラ湖なんですけども、えー、北海道は白雲井町登、えー、別温泉から東側に約2キロほど行ったところにあります、えー、四骨、東屋国立公園内にあって、えーまあ、気象庁支店の数々はくったらと。 いうの一部になっております、えー、湖、えー、なんですけども、周囲約 8km の沿法、えー、流入、流出するカバーがなく、水質は極めて良いと、えー、環境省が発表する、えー、公共用水域水質を測定におきますと、えー、毎年コロナブイムボの上位に名を連ねまして、2001年、えー、公共用水域、えー、水質調査におきますと、結果は1位で、 えー、透明度は真っ周について2位となっております、えー、年間の湖水位変化は1 2メートル程度ですまた湖水が地下水位として、えー、湖底から漏出し、えー、その漏出量は0.44、えー、平方メートル毎秒と見積もられています、えー、冬季は当面、えー、全面消滅、えー、することもありまして、えー、3月中旬から下旬まで湖面が凍結した状態となるそうです 面積、湖の大きさ4.7キロ平方メートル、周長8キロメートル、最大水深148、平均水深が104.9メートル、貯水量0.491キロ平方米、立方キロ平方メートル、水面の標高は258メートル、船員はカルデラ湖、淡水で極品栄養湖となっております、透明度は19メートルとなっております。 えー、名前の由来、えー、アイヌ語のクッタルトシし、くったると、から由来しているものでございます。そう、今回紹介させていただきますのが、こちら、クッタロコとなります。えー、こちら、クッタロコね、えー、これ、アイヌ語のクッタルシと、というですね、えー、文字からこう、当てられたものになります。えー、クッタルシと言いますのがですね、えー、これはね、 アイヌまたアイヌ語にこうなってしまうんですが「古城浜」というですね、えー、こちら白江町にある地名なんですけども、えー、こちら「板取杖」えー「群生するところ」という意味をこう表すんだそうです。 まあ、今回はそこを置いておきまして、えー、こちらで発生した、まあ、火山活動、まあ、カルテラ湖ということなのでね、えーまあ、どういったあ火山活動がこう起こったのかについて見ていきたいと思います、えー、もともとこちらクッドラ火山といいますのは玄武岩安山岩の清掃火山であったそうです、えー、約8万年前から約5000年、えー、4万5000年前までの期間に複数の火口で えー、火災を伴う大規模な噴火を繰り返しておりまして、えー、約4万年前までの活動で、えー、クッタラカルデラを形成しています。 カルデラ形成後は、えー、湖の西側にある、えー、後,のの後のカルデラ火山である、登別火山、ヒワ山、大湯沼、地獄灘な,などが噴気活動を続けており、えー、最近8500年間は平均 700, 回700年に1回の程度で、えー、割合で水蒸気噴火が発生しています、えー。湖の周囲では標高500メートル前後の外輪山が形成されており、最高地点は、えー 534メートルの山があるというところでございます。上、えー、り別温泉はこれは火山検証によるもので、えーまあ、湧き出しているまあ温泉ということになるんですけども、えー、この上り別温泉をですねこう含めた。 火山はこのクッタラカルデラによるものでございます。このクッタラカルデラ非常にですねこの湖だけがカルデラというわけではなくてまあちょっとね掘っていきますとまあ上り別近くまでまああるというふうにこうされてきています。で主な活動を見ていきますと約8万年前には KT ハイフン8テフラ噴出量9.9マグマ水蒸気噴火が発生してまあそれ以降ですねプリに プリ式噴火というものもこう発生していると、プリニ式噴火ですね。あまり聞きおじのない、ね、言葉なのかもしれませんけども、えー、プリニ式噴火といいますのは、えー、白空噴火やカルデラ形成に、えー、次いで、えー、噴出物やエネルギーを放出する、まあ、膨大なあ噴火となります、まあ、これも大規模な噴火といっても過言じゃないと思います。 えー、こちらでね、竜門がディサイトをね、えー、こう噴出させたというところなんですけども、で、えー、まあ、それ以降は火砕流、溶岩流を発生させるこう噴火がこう起きたと。で、えー、この時に安山岩を形成させていきまして、まあ、今の形に、まあ、近いような形にこうなってきていると。 周期的にこちらの火山では長い月なんですけども大体1000年から2000年にかけて周期的に水蒸気噴火を行こしているそうですこちら生態系なんですけども生態系はプランクトン量に乏しくエゾサンショウウオですねかつてサンショウは 付けたサ、ねえー、ンショウウオを生殖する戦が、えー、ネオテニーなどがあったというふうにこうです、ね、あったというところなんですけど、最近はあまり見られていないそうです。えー、なので、エゾサンショウ以外に、ね、ほとんど生息しない湖だったんですけども、1910年、えー、ト和田湖、そしてシコ骨湖からヒメマスが移植されまして、以降その養殖が行われているのがこのクッタロコになります。 はい。えー、というところでね、えー、今回、くったろコについて、えー、今回ご紹介させていただきました。えー、くったろコはですね、えー、国立公園内、特別区域内ということまで開発が制限されておりまして、えー、上り別方面からの観光道路のみアクセスしておりまして、えー、湖を一周できる、えー、通路は残念ながらありません。 道路のですね、えー湖、湖沿いにありますレストハウスがありまして、えー、こちらはここでボートを借りて、ヒメマス釣りができるというところなんですけれども、ヒメマス釣りはですね、5月上旬からですね、約3ヶ月間しかないというところなので、まあ、非常にこう珍しい、まあ、ところなんじゃないでしょうか。 ぜひですね、えー、まあ感染症、まあ、これがね、まあ、収まりつつ、まあ、収まってはきてはいるんですけども、まあ、油断せずにね、まあ、そこは、あのー、増していきつつ、えー、ぜひ、グッドロもまも訪れてみてはいかがでしょうか。えー、えー、実際に行ってみるとね、非常にこう、美しくてね、透明度のある湖だなというですね、えー、実感できるかと思いますので、えー、ぜひぜひ、行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。